お願いします。よーはい、はい、おはよう。音を聞いてるって感じでしょうか。はいはいはい、よーはい、はい、カット、はい、OK。そこの最後のところでディップ、はい、お前応募してたじゃん、踊るか、よーはい、タイトルプロ、あ、カット、1人くらいで、そうですね、はい、じゃあ肩の手を下ろしていきますよ、うん、看護何見てんの。バイトルプロか。看護の資格生かして働こうかと思って。プロであれ、うちの寺の家訓だもんね。したい仕事と出会えなければこの寺を継ぐ。この兄弟の誰かがね、看護、介護、保育、俺たちプロの仕事みたいな名前だな。保育だよ俺、ちょっと恥ずかしい。あいつなんてダンスだぞ。ダンスだぞ。プロプロプロの仕事はバイトルプロ。ディップ。看護、話がある。なんだ介護。俺、介護のプロを目指す。バイトルプロで。ごめん、聞こえなかった。介護の仕事を見つける、バイトルプロ。今金つくな、保育。すまない、なりたい自分になる、やりたい仕事に出会う。いいじゃない。じゃあ、踊るか。ああ、プロプロプロの仕事はバイトルプロ。ディープ。バイトルプロで D リーグのディップバトルズがメンバー募集してるよ。ないない、プロダンサーになるチャンスじゃん。信じて応募しちゃダメだよ。お前応募してたじゃん。お前ライバル減らそうとしてんだろ。じゃあ踊るか。ああ、プロプロプロの仕事はバイトルプロ。ディップ。そうですね、まあ、今回はあの初演技の浦川翔平というのがいまして、はい、まあ、僕ら3人はあの何回かあの仕事で演技とかやらせていただいてたんですけど、うん、翔平は初めてだったんで、ちょっとこっちも新鮮な気持ちで、すごいなんかそうですね、そわそわしてるなってはずっと思ってました、うん、けどすごい最初にしてはすごく良かったなと。本当ですか。上から言いましたけど、私的にはあの数年後に見て絶対に黒歴史にはしたくなかったんで、あのめちゃくちゃいいようにちょっとたくさん練習は重ねてきたんで、ちょっとそこは見ていただきたいところでありますね、うん、はい、楽しみですね。私的にはやっぱりあの自分で考えたこのあのプロプロのダンスですね。本当にこの、 あの CM を見て最後に絶対この来るダンスがすごくあのキャッチーなので、あの結構一般の方とかダンスやってない方もできるようなダンスには仕上げたので、ぜひ真似していただきたいなと思いますね、はい、めっちゃ難しい。ダンサーが踊ると意外とね、意外とパフォーマーのいつきでもちょっとめっちゃ間違ってましたね。もうそれこそ僕が一番大変だった部分はこのダンスです。本当にね、ライブの時に踊る振りより難しかったです。いや難しかった、僕からしたら、うん、難しかった。だから結構あのボーカルの方以上にちょっと NG 出してしまってすいませんでした。それも流れるかもしれないね、NG シーンとか。やばい。介護士、看護師、保育士か。まあでも僕は保育士ですかね。あ、うん、似合うね。子供が好きなんで、あら、子供がちょうどおった。まあ、子供が好きで、なんかすごい癒されるんで、まあ、保育士もいいですけどね。でもただ僕、子供をどう対応していいかが分からず、まあ、好きではあるんですけれども、なんかなかなか、ね、相手をできる、満足させられる自信がないので、まあ看護かな、やっぱりって感じではありますね、うんうん、年上の方のお話も聞いたりできそうですし、うん、なんか苦しみとかあると思うんですけど、まあそういうこともなんか安らげる空間を提供してあげれたりとかもするのかなとか、うん、僕は弁護士ですかね。ないないない、その…え、弁護士なかったですか。看護、介護、保育
滑った。彼的には今世紀最大のボケだったんですが、あれ弁護士なかったですか、はい、ちょっとここのスタッフさんには刺さらなかったみたいで。じゃあ俺マジボケたつもりないんですけど、まあ、という失礼しました。弁護士なかったですか。なかったか。なかったなかった。保育士、看護、介護、うん、はい、保育士かな。嘘だ嘘だ。お前さっき子供苦手つけただろ。本当。4なんかな。まあまあありえるね。なんか一番いじられるんで普段。確かに、うん、なんか立ち位置的に一応年的には2番目なんですけど、なんかキャラクター的には4なん、いつもいじめられるんで。言い方言い方やいじられるんで言い方や、はい、僕はまんま長男じゃないですか多分、うん、らしいです。正解正解。そうですね、私は長男ですかね。おう、逆に、うん、理由ですか、うん、まあ、この道24年長男してきましたから、あ、うん、長男としての立ち回りを心得てるのかなと思いますけどね。、うん、その中でも。ああ、なるほど。そうなってくると、いや、そうなってくるとっていうか、そういうお題なのよ。そうなってくると4なんですかね。あ、サボった。あれ、あ、やめときましょう、3男にしときましょう。藤原樹が、もうちょい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 。でも意外と真面目なんですよ。確かに、そうやって掲げてるんですけど、その面では長男、ね、めっちゃ喋るよ。最近ですね、ちょっとそうなんですよ、今まではその真面目を隠すためにもうやめとこ、次行こう。もうやめろぜ、もう藤原氏喋ってくれ。僕は次男かな、じゃあ、うん、カズマさんの下かな、まあまあね、そうか、うんうんうん、この二人はなんか僕より下って感じがするんで。ほら、こういうことなんですよ。年下がいじってくる感じね。でもどっちも落ち着いてるんですよね、やっぱり。確かに、うん、落ち着きがあるっていうところですかね。そうですね。こっちはね、ちょっとずっとモソモソしてる。そう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 。こういうとこです。